何をしておれディオス、今はそんなこと。失せろ。何、失せろと言ってるんだ。巻き込まれて死にたいのか。レビアタンの捜索に入る。行くぞ。何をする気なのディオス。決まってるだろ、蹴りをつけるんだよこいつと。どうして、なんで二人は。黙っててくれアガサ、僕はディオスを止める。父さんとの約束でもあるんだ。お前はもはや心を捨ててしまったのか。全てはお前の甘い理想が引き起こした結末。決して許しはしない。ダメ、やめて、二人とも。何がお前を変えてしまったんだ。三人で交わした誓いもお前は忘れてしまったのか。黙れロギ、お前にはこの世界を救うことはできない。憎しみの連鎖はこの俺が終わらせるんだ。たとえ世界の秩序が崩れ去ろうと、俺がこの力で世界を救ってみせる。お前は間違ってる。錬金術なんかでこの世界は救えないんだ。絶対的な力が正義となる、それが世の断り。その断りに準じてこそ世を救うことができるんだ。いつまで甘い理想に固執してやがる。変わらぬものなどこの世界にはない。いい加減お前も気づけ。その考えで僕らの絆も否定するつもりか。何があろうと僕らは変わらない。それが僕らが築き上げてきた関係じゃなかったのか。理想だけでは何も変えられない、そう気づかされたんだよ。俺たちは騎士だ、信じる道が違うというなら、その剣で証明してみせろ。僕はお前を本当の弟だと思っていた。だが道を外れるというのなら、その契りを捨ててでもお前を止めてみせる。違うわロギ、気づいてきた絆に嘘はない。アガサ、ディオス、あなたはただ素直なだけ。そのまっすぐさを怒りではなく優しさに変えてほしい。アガサ待て。どうしてそんな、どうしてだよ。ロギ、あなたは優しすぎる。理想を現実に変える強さを身につけなければいけない。アガサ待ってよ、こんなの嫌だよ。私たちはいつでも一緒、二
憎しみなんて無縁のはずなの。私はあなたたちを、あなたたちの正義をずっと見守ってる。大丈夫、いつの日にかまた巡り会えるわ。そんなアガサアガサもアガサまでも全てを目にしたのはお前たちの生ぬるい理想論だ。よせ。お前の理想が俺の全てを奪う。消えろよロギー。さらばだ俺の最愛なる兄よ。レビアタン消え去れ。あなたの心の瞳に今
ここにいたか。我ら影、ムクロに身を投ずることを決めたらしいな。別に利用できると思っただけの話だ。骨をうずめる気など毛頭ない。あの娘、アガサを見つけ出すためか。お前の言う通り、アガサもロギもイズコカで生きている可能性がある。成績の力で遥か遠き地へ瞬間的に移動したと考えられるからな。分かりきったことを言うの。そうでもなければお前らに加担することはない。世に散らばった七星石は互いに引き合う。その全てを見つけ出すことができたなら、おのずと奴らに再会できるはず。精進するんだな。黙れ。お前の指図を受け、アガサ、俺は必ずお前を見つけ出してやる。七つの聖石を全て集め、必ずお前の元へたどり着く。その時まで待っていろ、アガサ。からまた一つ国が消滅したか。やれやれ、物騒な話だな。ま、一言とは言えねえけどな。おい、金はここに置いとくぜ。釣りはいらねえよ。ちょっと全然足りないわよ。あちら先で。七星石が世に現れし時、世界の歯車が動き始める。引き合う星石がもたらすのは、常しえの安寧か、全てに無に帰す破滅の時か。ともかく祭は投げられちまったんだ。まったく忙しくなりそうだぜ。